の戦で松家殿は敵からも恐れられて何のことはない、あれは殿のお箱が出ましたな。人間美濃の平定大義である。今宵は酔え。はっ。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい座れって。おい、はは。であればこれを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリで打って身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許すな。ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。信長様は天下取りの第一歩として畿内の完全掌握を狙ってる。しかしこれを阻む越前の朝倉を討たねば西へは進めん。強報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったようだ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。奴は霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが手間が省けた。引くぞ利光。よし、時は十分稼げた。俺たちも逃げよう。八千代、ついてきて。
ぱりその小刀は。幼い私を拾って育てたのは祖林衆、掟を守り妖かしを狩り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻す時、常闇を払い亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、松永断じを久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。ふん、柄にもない真似を。あれはお味方ですか。あれはしんがりが追いついたぞ。秀吉め、姉川を浅井朝倉の地で染めよ。放て！半蔵殿、ここはそれがしに任せ。殿、承知。
たの戦場へ携えた村正が期待しこの大槍トンボは避けたが鬼は切れず我が言う司教には程遠しそれがしも三河武士治れは命失するより惜しきこと再び会う時は刮目せよこの勇士とならん ほう救いのものをよこすとは味なこと姉川で直隆を破ったのはお主かならば心置きなく夜叉となろう。過ごした日々は守るべきものを私に教えたなれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり余人の及ばぬ彼方へ募った深い悩みは心に隙を作り返せぬ道を選んだ兄上が作る世には光が見えその輝かしい世に愛する者だけは残したい急がんと火が最後のお別れをする暇間をください迷いや悔いを残して果てるは惨めなものよ死のうは一
故に人は短い生に死力を尽くす。なれど死に逆らう有無の行く末、嵐が吹くか虹が差すか、我が天元をもって見極めん。